もうすぐ港が完成するんだ。マーレの公平の力を借りたらすごく早く進むようになってさ。よく協力してくれたね。そりゃ最初はお互い疑心暗鬼でうまくいかなかったよ。でも時間をかけて肩書きを抜きにして人同士向き合えばきっと分かり合える。アルミ、ベルトルトの記憶は何か見たか？いや、役に立ちそうなものは何も。時間はねえぞ。ジークの寿命はあと3年もねえ。うん、そのことなんだけど、このままイエレナたちの作戦通りに進めていいのかな。何か問題が？本当に地ならして世界を脅すことでしかエルディア人を守る術はないのかなって。それじゃ本当に世界を恐怖に陥れる悪夢だ。そうなる前に話し合えないのかな。マーレや世界中の人と話し合って誤解を解けば。誤解？誤解って何のことだよ。だから僕たちは怖くないって。世界から見れば俺たちは巨人に化ける怪物だ。そこに誤解はないだろう。でも仲良くなれたマーレ人もいる。何人だ？ほとんどのマーレ兵は収容所の壁を睨みつけてんだろ。それだって時間をかければ。そう、時間が必要だ。そうだ、時間を稼ぐためには手出しできねえようにしてやるんだ。本当に僕たちは正しかったのかな。もしかしたら別の道があったんじゃないかって、そればかり考えてしまう。僕は誰よりもエレンを理解しているつもりだった。ミカサよりも。